こんにちは、さゆるさ心です。こんにちは。今回久々にここにやってきました。マークさんのとこです。向かいましょう。じゃあアナライズ行ってみましょう。マークさん、はい。先日はありがとうございます。いえ、こちらこそ。なんかコンペ盛況でおめでとうございます。はい、あの山田の動画もすごく盛況で、かなり懐かしいですね。で、今日はわざわざ神田に、はい、足を運んでる。今日そうなんですよ。普段ニュース見るの好きなんですよ、私割と。意外とスマホがある。スマホがあるニュースをよくチェックしてて、はい、ただなんかその石川遼くんのなんかスイムの結構ニュースが多くて、今調子いいみたいな。ものすごくいいです。そうですね、はい、でそれで見てたらなんか振ってて曲がってる棒みたいな、まあ、これ見逃しにここに置いてますが。そしたらもう話進んでったら、またマークさん出てきちゃって、その作ってるもので、え、実はあのこれ、まあ、ここにあるプレルーフと呼ばれてるこの黄色いやつを、はい、僕があの届けに行きまして、アマゾンの代わりに言われたんですよ。よくにもマークさんアマゾンより早いです。でこれも本当に偶然なんですよ。僕の自宅と亮君の自宅が、うんうん、もう車で10分ぐらいだと思います。近い。で僕もね、なんかこう口実もないのに家行くわけいかないじゃないですか。ですごい立派な練習場を作ったいうのはニュースに出てたんですよ。でとことこ車走っていったら、ほんとねショートコースみたいなのがね、へー、ボンと立ってピンポン鳴らして事務所があって、誰もいないんですよ、朝8時だから。しょうがないから俺をポストにボーンと入れてる。出てますよね。出てるって。これ頭だけ入ってね、入れて、そしたらそのちょっと直後に最初に彼が買った千葉県オープンの、はいはい、どうせ買ってくれても僕らもそうだけど3日坊主で、何回も言われていいのかなと思って行ったら、いきなりこれをねこう一心不乱にね振ってるんですよ。メディアがいっぱいみんないる前で、あ、マークさんと言って石川遼君が言ってくれて、わざわざ届けてくれてありがとうございますって言ったのが記事になったから、ここすっごい大事なところで記事になったわけですよ、アルバとか。はい。その記事になったことを僕が喋るのは OK。だけど個人的に例えばこうピッと写真撮ったのをフェイスブックにアップするとかいうのはダメなの。はい、片山慎吾プロが、これも僕がフェイスブックにアップしたのを片山プロが、マークさんまた面白いもの使ってるねと。マークさんこれ俺も買うとか言うて買っていただいて、はい、でそれをインスタグラムに上がったのを石川遼プロが見て、で、注文いただいた。あ、石川遼君が購入した。はい、事実でしょ。事実で、一番難しいとこどこですか、スイングで。難しいと、今でも本当にやりたいのは、うん、これこれ直したい。あ、開きね。開きと、こう開いちゃうとどうしてもこう来ちゃうんですよ、まあ、カットカットに。これがね、今やっててね、カットに振るとね、まあ、こっちから、こういうふうに腕がね、こう回転しないんですよ。で、ボリプロも言ってるけれど、こうやって、こうなっちゃうんですよ。あ、で、これを使うことで、ここは曲がってるんで、この回転する感じがね、ここにつか教えてくれる。だから、ちょっと振ってみてください。まずは振ってみて。はい、ね、振るだけです。ただ曲がって。振るだけの。振るだけではないんだけど、振るだけでも違いがわかります。そう。抵抗を感じてる。そんな重くないですね。いや、まあそんな軽くはないんだけれど、はい、そんな軽くはない、はい、で振って分かると思うんだけど、シャフトっていうのはこのままずっと上がるわけじゃないの。どこかでこう回転をこうするわけ、はい、で回転をして、今度またここから回転をするわけです。このシャフトが回転するという感覚がゴルフのスイングで非常にこれは分かりやすい。しならないじゃないですか。いやだけどこの力なんですよ。はい、なんでこれ丸ついてるんですか。これはまあ重さを少し、ないとちょっと重さが感じるんだよね、うん、ヘッドじゃないけれどここで重さを感じてほしい、うん、ういう、うん、そう、それからタイミングよく帰っていくと行ったり来たりしてもらって、うん、OK。 でこれだとね分かりづらいんでね、あの亮君もよくやってるんですけど、水平振りでもちろん足引く、はい、でこれでこれぐらいで水平に振ってみてください。ほらシャフト回転したの分かった、うん、すごい。ほら
この回転がうまくできると肘が畳めたり、これどう？すごい畳んでる。はい。これ教えてくれるわけ。回転しなかったら。そうそうなるわけ。だからこのそっちで正面でやったらわかります。そうそうそう、ほら回転しないと触れ、そうそれと触れないでしょ？触れない。それを教えてくれる。触れないし、なんともわけわかんない。そういうことなの。でもこの現象になるときある。だからこれで練習すると、水平やるとシャフトが回転すれば、ほら棒だとこれは回転しても抵抗少ないでしょ？少ない。なんかちょっとしてんのか、まあ、自分の手が回ってる感じだわ。してるかしてないかわからない。わかんない。これがこっちだと、はい、ほらクラブがその触れるところを押してくれない。回転してる感じはする。体はもちろん回転するんだけど、このシャフトがうまくこうタイミングよくこう回転してくれると綺麗に振れるわけ。それをこれが教えてくれるんですよ。からのでもこっからはなんかもう全部こうなってる感じじゃないもん、ね、そうなると、それだと例えばここオレンジ持ってるけど、今みたいなこれですぐ振れるけどこうなっちゃう。ほらなっちゃうなっちゃう。でもこれやとここでこう戻すというこの回転を意識できる。すると体を左で押さえます。そうそう、絶対スイング早く回転してる感じがする、いつもより。だからそれをここの抵抗が感じるから、そうちょっと本当右足前ぐらいから、まあ感覚としてはね、はい、あるか。それとあとはあの石川プロとかとかでプロがやってるの、上手い人はね、ちょっともう一個上級編があって、まあ、必ず左手だけでこう持ってこうなんかあるんですよ。なるほど。これを必ずこっからこう入れる練習するわけ。この回転を、こういう回転を、ここで見たら、こうあったら、俺がどうしてもこう横に振ってね、彼がよくやってるから、こう横から来てね、こうなっちゃダメ。そう、それになるんですか。これ最後か最後になってるね。なってます、なってます。で、それ必ずここでこう来といて、ここでスッとこっち入れないわけ。これがゴルフのスイングで一番大事。こう入れない。これどうしても普通のクラブ持ってしまうと、プロでも負けたくないと思うとこうなってくるんですよ。これではほら、この触れるって触れない。触れないと触れるをちゃんと振ろうと思えばこういう風に。で、もう一つがね、これはちょっと上級編なんだけど、よく手を返せって言うけど、手を返す前に必ずクラブっていうのをこう縦に振るだけではダメなの。これ縦に振るだけ。これはまだアマチュアの人のプロの調子悪いんだ。必ずクラブというのを一回そうそう、こう寝かせて、寝たものを起こすの、うん、だからこうやってかっこいい、いきなりこう振るんじゃなくて、必ずこのフレームを持った時に彼らはやったのはこういう一回ヘッドを寝かせる、寝かせることで起こすわけ。ちょっとこれもこれがすごく練習としてやりやすい。で、そうそう寝かしてで振ると。で、その時に今ええ振り方したよね。あ、ここに当たったでしょ。当たった。ってことは、インサイドアウトは、まあ、ダメでしょ。じゃあもうちょっとこっち来て、はい、こうやって振って、はい、ゆっくり行って、はい、ゆっくり寝かして、ゆっくり下ろして、ゆっくり下ろしたら、ゆっくり、ここに振らないとダメだ。だからこれはプレーもするから、さっきサイドさんがこっちに振ったじゃない。振った。それダメじゃない。だから寝かした後、ちゃんとプレーループ通りに行くとこ、ここに、そう、ここに来てちょうど。かわいい。寝かせてることはこれはインサイドでしょ。インサイド、はい、それがね、ここから来てこっちに振ったらカップ1じゃない。だから必ず振って一回こう寝かせることは相当インサイドから来てるじゃない。インサイドから来たのを後ろに行ってここに振るわけ。寝かして、そう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 、そうともう本当にプロにピシッと頼む。これを教えてくれる。これ素振り器具ってことですか。そうです、素振り器具です。素振り器具です。でも基本的にじゃあもう家で使うのはこの返す、そう、返事が抵抗をうまくコントロールしてあげる。でもこの辺からもうくるってなって、そうです、そうです、左手で振ったら、そう、そう、その左手だけで振っても分かりやすいです。そうだからヘッドが変えるという感覚がクラブが教えてくれる。そう、ただ初心者の人がこれ振っていただくとね、もともとは初心者向け作ってて、初心者の人多いのがよくあるんじゃない、こう肘が引けるとか、あ、肘とかスライスするとか、これを振れます。だからクラブ打つ前に本当にゴルフしたことない人だったら、これを先に振ってくれたら
特にこの水平振りやってくれたら肘畳むなんて意識しなくてもそのシャフトがちゃんと回転すれば畳まれる、はい、しかも前で畳まれる。そうなんでこれ思いついたんですか。でも僕これね言っときます、はい、このね小林よしのりプロっていうのが発案監修で、この小林プロがここに熱血ゴルフ塾って書いてあるじゃないですか。ちょうど今5月で僕もあの出演してます。サンテレビのね長寿番組なんです、ゴルフ番組。僕ももう7年ぐらい出てるんですけど、で去年ちょうど彼が作って、マークさんこれどうですかねって言うから、ゴルフってめっちゃいけるよとこれはプロも使うよと、向こうが本当ですかって。僕がお手伝いしてるんです、販売の。僕がだからこのフレループの一応表向きはアンバサダー、流行りの自分のブランドのアンバサダーみたいな。そうですね、なかなか可愛らしくて僕もとね、面白い。なんで作ったんですかって聞いたんですよ、この周りに。はいはい。でその小林プロに娘さんがいらっしゃってゴルフなんかやりたいとかやらせたら、だからプロゴルファーの娘さんやからっていきなりうまいわけじゃないじゃないですか。なんかこうやって肘が引けたらしい。なんか家にちょうど子供が多いからフラフープがあったらしいです。おー、はいはいはい。で、なんかその時小林プロがね、あのニュートンがリンゴが落ちた時にひらめいたかのようにすごくチョキチョキ切ってこういう形にして確かにフラしたら劇的にスイングが良くなったんです。へー。で、彼がもうピンと来て、まあそれでは消費品にならない、自然主義にならないか、こうやってこのカーブとシャフトカーブとか長さとかグリップとかこの重さを、まあ、僕はその研究開発なんかの時に少しアドバイスをさせていただいたんですけれど、でこれが出来上がって、まあ当然ねこれ最初はねもう本当面白いんですけれど、販売店の方もね売れるのかみたいな感じだったんですよ。場所取るしなみたいな、ね、そうそう。で値段もねゴルフのクラブパター買うぐらい高いんですよ。思った17,000円ぐらいするんですよ。はい、建物より高いですね。高いんですよ。やっぱり振ると差がはっきり出るんでね、うん、石川プロが使い出したらもうね今3ヶ月待ちです。いやー出ました。じゃあ宣伝しても買えないじゃないですか。いやいや、もうすぐ順次、あとアナライズは一応僕アンバサダーなんで、一応最初の頃にたくさん在庫したんで、まだアナライズで申し込んであのインターネットのホームページで出ますから、うん、早い、まあ数に限りはありますけれど買えます。ポチッとね、ポチッと、もう一回振ってみてください。本当にね、振るとねインサイドから入れてインサイド振るというのを、そう、まだこっち振ってるね、こっち振る感じでね、まだこっち振ってるわ、はい、分かる自分で、分かるでしょ。そう、まだもっとこっち振ってるのね。 OK、 肘を意識して、そう、肘、そう、足使って、 OK、 だんだんインサイドアウトになってきた、なってきた、最後やだ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 、そうそう、あ、今のいいね、ちゃんとこっちに行こうか、来てるよね。クラブ買える17,000円って値段が安くはないけれど、この曲がりが実は皆さんの球の曲がりを直してくれるんです、はい、まとめたねー、まぐかない曲がりがね、曲がりが皆さんの球の曲がりを直してくれるんです。でスイングの歪みも直してくれるんです。わかりやすかった、振ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。